おはようございます。エプロン筋肉プラモデル動画投稿者の宮田です。今回もですね、連合バーサスダフト2プラスの実況の続きをやっていこうと思います。もうかなりですね、終盤戦に入りまして、今 BGM もかなりいい雰囲気のね、BGM になってますけれども、今回はですね、こちらの、ミゲル、CV、西山2期の協力ミッションの方を進めていってですね、このミゲルさんのちょっと信頼度をこのまま、マックスまで持っていこうと思います。はい。で、マックスまで持っていくということは、まあ何かしらのね、まあイベントというか、ものがあると、いうことは、もうこの時点でお察しかと思いますが、やっていきましょう。陣でやるんだ。全時間終了かキラーね。これノーマルって何これ、自由に行動。護衛でいいんじゃない、レッツゴー。よし。お、アスラもいる。連座のいいところってさ、どこまで行ってもさ、強どこまで行ってもこういった量産機をさ使えるところだよね。ジンだけどめちゃくちゃバリエーションありますからね、このゲーム。ほら、しかもジンって普通にさ実体験使うとこがかっこいいわ、マジで。いや、サイ来た。なんでストライク2体いるんだよ、原作再現じゃねえのか。何？おしゃい。オッケーオッケー。だいたい横格闘から入るね。いい。オッケー。四。オッケー。オッケー。倒しきりはしなかったが。残り10秒前くらいになったら急に逃げ出すんだもんな、ストライク。よしよしよし。次。その名はガンダム。おお、すごい。またジンの装備が変わった。ソードストライクの撃破。ちょっとこれ、ミゲル死ぬとこじゃねえか。よし、行くぜ。集中だ。これ強いんだよね、この装備。よし、相打ち。嘘、マジ。ああ、ミゲルギリされた。ミゲルギリじゃねえや、ニコルギリ。よいしょよいしょ。意外と格闘戦えるぞこいつ。これ格闘か、本当に格闘で、格闘武器ないんですよね、サーベルとか。オッケー。ただやっぱり相手のね、格闘見切った時にその場であの本当に物理でぶん殴るっていう格闘はあるんで、なかなか強いですね。助かったぜ、お前のおかげだ。あと、そしてミゲル全く信頼度上がんねえ。マイナスにそんな振り切ってる。でも上がってるっちゃ上がってるかな。黄昏のマダン。ミゲルってさ、下の名前ミゲルアイマンっていうの俺初めて知ったんだけど。あー、ドレイク級。こういう級はブラストインパルスでしょ。まあ、ガンダムシードもね、なんかブルーレイボックスになるらしいですからね。え？へい。お、ミゲル回避に専念してよ。ちょっとなんかミゲルの任務全然お前できないんだけど。じゃあ。これより攻撃に移る。よし、出るぞ。でい、よいしょ、よいしょ。どこどこ、次。来た来た。あ、ちょ、デスティニーさんね、ブース量少ないですけど、初速のこのスピードめちゃくちゃ速いんで使えますね。よいしょよいしょ。あ、メビウスだこれ。これか、これ6音めんどくせえ。わ、学生じゃん、でありゃ。あ、そんなに変わんない。よいしょ、オーケー。なんでこんな苦戦してんだ、こんなミッション。あー、やっと信頼で伺った。よし、オーケー。
だってこっからあれかな、3つだけだいたいこういうねキャラクターはね敵対と協力3つずつなので、ミゲルさんの任務ちょっとこれから上げていきますので、こう盛大にカットですね。しーけいえ、ふぅ、そら先行落としてたな、まして。だー、ミゲルさんの信頼度マックスになったぜ。いやー、あとこのミッションをちょっとやるために、あのステラの信頼度マックスにしたりとかちょっとやってたんですけど、結局シンのデスティニーが一番安定だったんで、ステラが信頼度マックスになってますけど気にしないでください。ほいっと、俺たちの実力ってやつを見せてやろうぜ。了解、似たもん同士気合い入れていこうぜ。さあ行くぜ。うい、いやこれ最初これ出た時中の人一緒じゃんみたいなね。いやいや来たねミゲルさん、おお、普通に好青年っていう、いいですね。いいですね。さて、ブーステッドマンどもの信頼だけに行きますか。でもそこの、この3人と、あれだよね、もう、反対の人たちしか出てないから。やりますか。生体 CPU。お、うわ、裏切りそう、お前ら。マジで裏切りそう。オースインパルス。ゴー!ほらな、あ、こういう系だったか。普通にあれだな、なんかデスティニーとかでクレイがあったな。よいしょ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 、見えねえ。あ、でもこれラッシュだな。ひたすらこれダンスの回復、ヘリよりダンスの回復の方が早いからひたすら連打できるっていう。あは、シャーニーが見えねえ、待ってんね、見えねえ、ほっ、へい、まあまあ反逆があってもな、まあいけるっちゃいける任務ですね。ういし、やっぱフォースいいっすね。ま、僕の邪魔はしないでくれよね。オッケー、これ反逆ってここ出るんだ、俺初めて見た気がする。ここで反逆ってシャニーのとこ出てるんですけど、初知りなんだけど、マジこの子たちの任務マジでめんどくせえんだよ。エヌゲージゼロ系ね。じゃあデスティニーでいくか。これね、クロドもこれパワー覚醒でいいと思うんだよな。俺がなぎ払う。よいしょ。すべてモヤモヤしてるとお前ごとやっちまうぜ。いつも俺ごとやってるじゃないですか。いいね。オッケー。補足した。オッケー。砲台が。オーケー、何この任務、ひたすらストライクダーガーをやりまくるって、もう半分ないよ敵の戦力ゲージ。え、嘘だろ、あ、そういうこと、全然楽かと思ったら全く楽じゃねえ。シャニーだるい、シャニーだるい、シャニーだるい、あ、うまい。やっぱオルガってか、このね、ピラミッドマジでステップから避けてからの、リターンが高いから、高いっていうか、ダウン、確実にダウンできる武器しか持ってないというか、特にメインがそうだからさ、結構だるい。OK。いや、俺もやばい。OK。
ま、しかもさ、めちゃくちゃ持ってかれたんですけど。HP。そんな。これ絶対に両方ダウンさせながら、こう、交互にやる作戦。横か、マジで。横、おかしいだ。あ、ナイス。おりゃ、パワー覚醒。マジショット。なんだっけ、アロンダイト。なんだっけ、これ。砲台の名前すんだわ。よし。まあまあ、使えるじゃんか。さあ、次。評価の果てに、さあ、これがクロトニムラストかな。やはははは。撃滅、滅殺、滅殺って書いてあるな。怖っ。何、俺普通にレイダーなの使うの。ちょ、君たちのさ、特例暴れろってすごいね。指令後すぐに覚醒発動。ああ、そういうことね。ラミティはパワーでしょう。レッツゴー。いやー、誰かしら裏切りそう。マジそれはやられるんかい。分散でいこうぜ。話聞くと、おい、でも意外と、待って。間違えた。ああ、ステップしてくれたおかげだ。前書くと、これあれか、ただのガードか、これ。よっ。ほっ。ここだ。よし、渾身の一撃決まった。あ、やっぱこいつらやるんだ。OK。 ミオルニル、あらくそ、持たねえのかよ。持たせろ。よくなっちゃって。マジで？避けたつもりが避けれてねえのが一番お前ら。危ねえ。ギデくんのかい。ちょっと待って、危ねえ。ちょあ、やばい。くせえで。うわー、ちょ、まあの最悪突撃してる。分散。やべやべ、ガイアが近くにいる。なんで？嘘だろ。ビームライフルでひるませようとしたのに。間違えた、もう。これすごい陰キャ戦法でしかできねえ。おじゃいい。あ、もうサイ邪魔。おうま、俺今当てんの。自分で言っていくスタイル。よいしょ、よいしょ、いやー。おい、二体のガイを同時格闘で、おほほ。シンクロしてたな、今。オッケー、ギリギリ。余計な手立ちしやがって。こいつらやっぱ気性悪えな。はい、次。狂った兵器。ダメだ。撃ってらんのか。こいつら意外と信頼だけめんどくせんだよな。だいたい3人セットで来るから誰かしら反逆したりとかするから。俺が薙ぎ払ってやる。すべてうろちょろしてたら一緒に撃ち落としちまうからな。どこでもいいよって落ちて。うい、うろちょろすんなよてめえら。まださっきからなんでさ、敵まださ出てないタイミングでこの危険信号めっちゃ出るかってさ、こいつらさちょこちょこ俺狙ってんだこれ。多分
怖いんだけど。だからキャラのセリもそうなんだよな。ほらほら打ち合ってる。やっぱりこの敵と戦ってんの俺だけじゃないか。ほら来いよ。遊んでやるよ。てめえも瞬殺。てめえも瞬殺。ちょっと信頼度下手に下げたくないんだよな。低いから別にいいんだけどさ、あんま気にしなくても。見えんね、見えんは。ミスター。ああもういいや、黒とやっちゃえ。あれか、黒とオールがやってくれてるから勝手に。あぶね。オッケー。ラスト。あ意外と硬い。ここ。あ、ダメだ。よしよしよし。パワー覚醒ね。ダメージ 1.8 倍だってになるのが本当に強い。余計な手出ししやがって。よし。はい、次行くよ。次。週末の光。アスランの撃破。アスランの撃破か。なんか最近面白い機体ないかなって探してるんですけどね。よし。よし。これ何の再現？これあれか？シード終盤の再現任務かな。えい。ん？あ、そういうこと？あ、さすがに、ほんとこれシード最終盤の再現任務だね。逃げた。ナイス。いつかオルガやべ。オルガ死んでも後だよね。回避に回っててもらって。オッケー。よいしょ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 。もういいや、覚醒しよう。やっぱ俺も死ぬんだけど。オッケー、危ねえ、ギリギリ。ああ、もう。もうブーステッド待ってか、こいつら本当にさ、レベル低いしさ。信頼でクソ悪いから、マジで。ギリしかねえよ。もう使い勝手悪すぎなんだよね。はい。知ってましたよ、それは。うわ、レベル4だよ。俺しかもフォービドゥンなんだ。フォービドゥン、フォービドゥンで、じゃねえや。フォービドゥンか。なるほどね。パワーでいいかな。これ何？うわ！地面に助けられた。こういう系のミッションはね、一人ずつ確実に倒していかないとし、あ、もう、無理だろ。こういうミッション。いろいろあって、いや無理だろ、飛ばすぞこいつらし、めんどくせえし、むすいんだけど、あーにーもうステスで前に歩いてくるってなかなかずるいよ。ほっ、よし。ああ、うわお前らの任務めんどくせえし難しいんだよ、もうやめてくれ。死神の鎌、イザークの劇やね。コードで、ソードもパン、そう、オッケー。じゃあ、これもあれだね、シード終盤の再現ミッションですね。
かな。あ、最初生デュエルか。ちょっと格闘フチってこのバカモビルスーツ、パワーがやばい。こっちは味方だ。おいっしょい。え、マジ、イサクもいい。うっわ、また余計辛くないこれ。コンボ見せてる。やばいやばい、通常格闘からだよ俺。よいしょよいしょ。あーバカ。でもこれ倒せばいいんだもんな。よいしょよいしょ。そこあれなんだね、原作通り俺がやられんだ。え、これ負けんだ、畜生。ナイス、俺映ってる俺映ってる、めっちゃ近い。この借りはすぐに返すぜ。さあオルガの任務、最後のバカ見て難しかったけど、シャニはどうだい。なんであの黒いの、お前あのうざいやつら片付けといて。何、しかもメッシュレベル。うわ、嫌な予感しかしないんだが。こんなこと、もう許してなんかおけるか。やろうども、準備はいいか。ああ、こいつらか。余裕だぜ。さあ、かかってきな。俺が相手してやる。俺、1匹ずつ。一匹ずつか。でも武装似てんだよな。わあこれやばい。マジでこのジェットストリーム全く上でやばい。もう絡みて無理じゃねえ。これ気づいたけど最初これ。受けいいリターン取れてる。あ、よかった。一体ずつならまだ楽だね。うわ、ゲージ変のおっせ。あれだな、三重視みたいな感じです。距離ずつ相手につく感じがさ、もうまんまさ、無印ゾイドのさ、なんだっけ、伝説の三重視、帝国軍のあのその回みたいなんだよね。勇者の谷ってところで主人公たちとその三重視が戦うんだけど、おじいちゃんたちと。なんかそれにめっちゃ似てるんだけど、描写が、描写というか状況が。シャに乗りたい。あ、乗れない。あ、もうヒルダさんももう一人で来なさいよ。あなたリーダーでしょ。守り張られたし。無理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 。マーズさん。ここ。オッケー。いいリターン取れた。うわー。でもさ、戦力ゲージよく見るとさ、減ってねえんだよなこれ全部。何がダメなの？何がまだいるってことなんだ。これ3人倒してもまだゼロにならんやろ。あ、これ前だけなんだこれ。間違えてやべ。あ、ラッキー。メインこの連打さ、敵の弾も相殺しつつさ、ダメージ入るからいいね。適当に打ってても、あっべあっべ。ここ、オッケー、ここ、これじゃいい。似たような武装だな、本当にメインと。オッケー、何最後。あ、見せてあげるわ。嘘だろ。行きますよ。行くぞお前たち。あ、ついてこい。何？おっじゃねえの、マジで。嘘だろ。おっ、マジで。おい、まだ一人で全然余裕じゃなかったか、全然余裕無理だろ。おー、やばいやばいやばい。ちょ、もうマジで。
おーでも弱い。よいしょ。あー危ねえ、アサギが当たってくれた。ほい、わかった。こいつの役目は、お大方ね、このチャージショットとか一番メインの火力出るやつで火力を防いで次のシャニとかにつなぐっていう役もありですね。俺を撃とうなんてやつはシャニかっこいいな。おい、へい、かわり後回し、 HP 高いから。 OK、 2対1ならこっちのもんですや。もうおい、おりゃ、よしよしよし。ちょっとたまにはさ、なんか急に弱く感じるんだけど OK。 これはいけたな。うい、うわ疲れた。え待って、ドムトルーパー5体に M13 体のルージュ1体、めっちゃやったじゃん。の割には4万7千しかもらえないっていう。いやいやいや、いいよ。信頼度がみんな下がった。ジュリア後回し、マユラから行こう。なんか一番信頼度低いし。マユラ撃破ね、オッケー。この子たちもたまには使っておきましょうか。あ、怖いな。デスティニーで、オッケー。よし。待って、あと、ちょ、まず全然来ないな。よっしゃ、来いや。マスル、マジでかっこいいよな。ベースがアストレイだからってのもあるけど。え、避けるかと思った。よいしょ、よいしょ、ピャー。俺じゃないな、これ、多分。あ、アウリに持ってかれたのこれ。あー最悪。おい、今回はあんたの勝ちってことにしとくよ。ナイス。